さてと、さてね、伊勢市駅まで来ましたけどね、あれだったんですね。アーバンライダーのネクスとかこっちの運用に入るとかあるんですね。初めて感じましたね。アーバンライダー何やかんや言ってネクストに当たったことなかったんですよね。今までなんか得した気分になりますね。さあ10時15分やから、そう、神宮急行の方にね行くんやったら宇治山田駅の方の方が近いみたいなんですけど、まあせっかくね、やっぱお伊勢参りやったらね、せっかくのお伊勢参りやったらやっぱ月曜からまたるのね、まあルートだろうってことでね、まあとりあえず時間もあるし月曜から見ていきましょう。よし、うん、どうだっけ、あれか、連続バスか、こういうのも走ってますね。さあ月9の前までやってきましたけどね、まあさーっとねお参りをさせてもらって、で神宮彫刻館の方にねバスで行った方が良さそうですね。ちょっと距離があるみたいなんで、まあ、まだバスを待ちましょう。まあでもお客さんも結構多くてよかったし、最近ねちょいちょい来てますけど、時間帯がね悪かったりとか、時期がね悪かったりとかで、なんかお客さんが少ない時期しか映してなかったんで、なんかこういうのはやっぱりそれでいいですね。これまあ内宮はね前通った時にすごかったですけどね、多分今日も内宮の方がすごいんじゃないかな。時間的にもこれからまだどんどん混んでくる時間ですからね。まあとりあえずもう先にお参り済まして、またバスのところから始まる感じかな。お参りしてきましたけどね、いやいやいや、すごいいっぱいご参拝のお客様って言っていいのかな、いっぱいいらっしゃってましたね。いやよかった、これからまた混んでくる時間ですからね。10時で、まあ11時前ですもんね。さあ10時44分かってことで、こっからね、まあ普通セオリーだとね、このまま内宮の方で行くんですけど、今日はね、目的地が神宮彫刻館ってことなんで、同じね内宮の方に行くやつで行けるみたいなんで、バスでね移動しましょう。やっぱ地図見たけどちょっと距離ありますからね、ちょっと気をつけやなあかんのが、この日曜日とかは直通バスが内宮まで直通でね行きますよってバスが出とるんで、それやとまずいんですよね。あれが直通ってなってるね、見にくいけど、直通ってなってるのに乗るとダメなんやね。よいしょ、お、連続バスか、これでいいのかな。危ない危ない、これ特急ってなってるやつも彫刻館の前はどうも止まらないらしいんで、よかった、聞いといてよかった。彫刻館行く場合は特急とか直通になってないやつで行ったらいいみたいですね。次に発車するバスで行けるみたいです。ちょっと面接バスもね乗ってみたかったですけど、まあ今日は新トライナーっていうのですね、新しいバスなんですよね。ちょっとバスナンバーも新しい伊勢島の最新のやつですね。すごいな、まあ伊勢津なんでしょうね。基本的に三重交通は伊勢津バスを使うバスもね、